先輩にいろんなものをおごったりとか、変態チックなこともやらされたり、今学校側もいじめを隠蔽ししようとしていて。い学校でいじめを受けていたことを、インターネット上で打ち明けていた、当時、中学2年生の広瀬爽彩さん。去年2月、旭川市の自宅を出た後、行方不明となり、およそ1か月後。 公園でで雪の中かからら遺体で見つかりましたた会うびにおごらされる死にたくもないのに死ぬって言うんじゃねえよって言われて、自殺未遂しましまた旭川市教育委員会では、第三者委員会を設け、生徒や教師から聞き取りをして、いじめがあったかどうかを調査していましたが。 いじめとして取り上げる事実があった。調査開始からおよそ10ヶ月たった昨日、6項目についていじめがあったと認定し遺族に報告しました。真相解明の第一歩となったと考えておりまして、非常に重く受け止めているところでございまして、ご遺族の思いに寄り添った対応を進めていきたいというふうに思っています。 沢ヤさんが通っていた中学校は、大変厳粛に受け止めております。積極的ないじめの認知といじめの早期解決、未然防止の徹底に教職員一同一丸となって、全力で取り組んでまいります。第三者委員会は、遺族と協議の上、早ければ今週中にも、 いじめと認定した6項目の内容を発表する予定です市の第三者委員会が調査していましたのはこの4点でした1点目いじめのありなし2点目沢谷さんが死亡に至った経緯3点目学校と市教委の対応そして4点目再発防止策でした今回はこの1点目についていじめがあったと認定をしました そして、理由として挙げた6つの項目の内容を早ければ今週中にも公表する予定です。そして、この残る3点を含めました最終報告は改めて行われることになっていますが、現状、めどは立っていません。